始まりました、イエーイ、青いステーション、よいしょ。あ、俺今日ツイキャスされてるけど自分のタイムラインで宣伝するの忘れてたわ。ちょっと待って、自分のタイムラインで宣伝だけさせて。パチ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 。おー、いいね、嬉しいね。おはよう、おはよう、おはようやね。ちょっと待って、タイムライン、タイムライン宣伝するから、ちょっと待って。宣伝タイム30秒で終わるから。20、21、22、23、24、23、25、24、23、24、25、24、23、24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 、
今日はね、多分みんな早い段階で来ると思うんですけれども、まあ今回は久々にレンとタイガーを出します。イエイ、拍手。まあ俺のタイムラインにも書いたように、あのね、うちのブログ見てるくれてる子は分かると思うけど、まあタイガーはね、Y プラスの方で今バトラー役としてね、あのモデルになりました。拍手。バトラーモデル最年少らしいね、バトラーで。で、レンはね、まあ最近ね、あのブログすごい一生懸命書いてて、何を書いてるんかって言ったら、自分のね、あの料理を自分の料理をね、綴ってるね、あれを書いてるんでね、ぜひ、見てください。はい、それでは、本日も1時間お付き合いください。1時間フリートーク番組青いステーション始まります。それではオープニングの方どうぞ。バースだったから2日間というか、もう1日目がもうベロベロになりすぎて大変だったからね、マジで。いや、なんかさ、その前日にね、すごい飲んだわけよ。飲んだわけっていうか、結構遅くまで飲んでました。チャック開いてたわ、チャック開いてた。何持ってきたっていうと、イエイタイガー、オトラ、ニャンコ、レスラー、確かにうまいね。はいはい、そう、チャック開いてました。さっきね、急いで取りって急いでツイキャスしたんでね。なんとね、お菓子と僕がね、多分相当煽ったんで、お酒来てます。イエーイ。カロリーと来てます。あれ、これ最後の3巻、あと2巻ある。悩むなぁ。2巻出しとこうか。じゃあ先にカロリー、今日ね、本当は残ったもので、ね、飲むシステムなんですけど、先に今日はカロリーもらいます。あ、悩むってのは、今テーブル、まあ今来たのはこれカロリーでしょ。カロリーと淡麗と、あの朝日のスタイルフリーがあって、何をね飲もうか悩んだんですけど、今日はカロリー飲んじゃいます。イエーイ、よかったー。この間、あのストロングゼロ言ったら、あんたが遅れ言ったんでしょう言って、あのあれだったんですけど、今日カロリーでよかったわ。うん、もう最近ね、あの肉体年齢がおっさんになってきたんでね、本当に30代後半ぐらいのね、多分肉体年齢になってるわ。ではね、初カロリー一杯いただきます。イエーイ。ストロングね、まあきついっていうか、そのなんていうのかな、ブランデーとかウイスキーとかと一緒で、その場は来ないけど、なんか後からじわじわ来るみたいな、テキーラボールみたいなもんだわ。その場は美味しいんだけどね、全然ね。じゃあいただきます。乾杯。うん、甘い。じゃあ、みんながこの間に先開けちゃおうかな。めっちゃ乾杯してくれやん。じゃあ飲むわ。そんな乾杯 KP 来たら飲むわ。うん、あーうまい。今日は全然大丈夫な日だからね。よいしょ。
先にこっちも開けるわ。カロリー、カロリー、カロリーだって、最近だって俺カロリーのレモン店でめっちゃ飲むからね。カロリーのレモンか、スタイルフリーしか飲まない、自分のとこで。お前何なんかな。ストロング大丈夫。ああ、もう。おお、めっちゃ入ってる、すげえ。すげえ、すげえ入ってる。え、カロリーのレモンだけ度数高くない？え、マジで？本当にいけるの？それ初めて知ったけど。え、絶対嘘。わあ、でも本当だ、びっくりした。いや、なんかいろんなホストクラブさんのね、棚があって、で今カロリーがちょうど見えたから見たら、桃とかブドウ、ブドウは見てなかったけど、桃 3% で、でもグレープフルーツ 4% だけど 1% 違かった。いや全然知らなかった、すごいな。逆によく知ってたな。お菓子いっぱいある。めっちゃこれすげえ、111本入り超嬉しい。甘いものはねあんまり僕食べないんですけれども、うわすげえ、ごめんね、こんなあのテンション上がっても、俺お菓子好きなんでね。すげえいっぱいあるわこれ。鶏の唐揚げ味だって。フリッツもあるし、しかもなんかこれだけちょっと特別感あるよ。なんだこれ、これなんか特別感あるよ。マトリョーシカみたいだね。マトリョーシカすげえいっぱいある。ラー油エビセンもある。めっちゃ俺ジャガバター好きだけどさ、ジャガバター好きだけど、このプリッツさ、ジャガバタープリッツ3つあるわ。すげえ、クラッツナー美味しいよな。うちの親が、わ、そうだね、これが定番だね、ペッパーベーコン。なにこれ、ぶどうジュース入ってる。これトマヤなんすかな。トマヤぶどうジュース飲みたいって言ったからな。わ、これもうまいわ、これも美味しいわ。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。スルメとかある、すごっ。スルメーザめっちゃ、めっちゃある。すげえ、なんなんこれ。うずらの卵とかあるよ、すごくない。スパイシーチキンめっちゃあるやん。あ、今度桃や、桃、山、あ、すげえ、しかもこれ絶対トモヤだわ。山形代表って書いてあるもん。ほら、見えるかな、山形代表って書いてあるの見える。うちのね、トモニャンコはね、山形なんでね。すげえ、リンゴと桃とブドウだわ。あいつが来る前にもう全部飲んだろうかな。すげえ、めっちゃ入ってたし、すごっ、ありがとうございます。こっちが何なのか気になるね。飲んじゃうか。飲んだろ、うまかったで言って飲んだろ。卵、タンパク質やっぱ取った方がいいよね。今年は本当にね、今加圧全然行ってないで、加圧絶対行ってろと思ってるからね。なんか落ちた、なんかあった。あ、これはすげえ、靴下めっちゃある今日ちょうど洗濯しようと思ってて靴下洗わなきゃいけなかったから、おすげえ、めっちゃ入ってる、すげえ。靴下いっぱいもらいました、俺と。これこれ R ってのは、これ量の R かな、これ。すげえ、めっちゃ靴下ある。去年もね靴下いただきましたね、嬉しいですね。これなんなの、これ、これだけ気になる。トモヤ山形だよ。あ、これ手袋か、すげえ。え？これ手袋？これ俺の使い方が、間違っていなかったら俺の使い方が間違っていなかったら、これ
これ両方、え？これで合ってんのこれ。あ、これで合ってんのか。あ、びっくりした。今、両方右手用なんかと思った。めっちゃあったけ、これ。ありがとうございます。スマホできるわ。あ、全然触れるわ。嬉しい。両方右手用かと思ったら勘違いしました。ありがとうございます。イエーイ。大事にします。お菓子もね、大事に食べますよ。いや、よかったわ。靴下あと、じゃあ5日間ぐらい洗わなくて済むわ。まとめて洗いたいタイプなんでね。よかったわ。ちょうどパンツが余ってて靴下だけ洗うのはと思ってたとこあったからよかったわ。よいしょ。もうほんとね、洗濯ってね、バスタオルと靴下とパンツぐらいしか僕洗わないんでね。うん。あとはもう、パリパリで着たいから、T シャツとか、デニムとか、スウェット、服とか、全部ね、クリーニング出してしまうんでね。お菓子もめっちゃ嬉しいわ。よかった。しかもあれだね。バースデーに合わせてこれ絶対送ってきてくれたやつだね、きっとね。いや、嬉しい。じゃあめちゃくちゃ、あ、落ちた。よいしょ。全部クリーニングだよ。いや、なんか、俺、大型なんだけど、そういうとこなんか変な潔癖っていうか、なんか、普通に洗濯して、なんかアイロンとかしたらたまになんかさ、ケバケバみたいなつくじゃんか、一緒に洗ったら。分けて洗ったらいいって話なんだけど。そう、だからね、クリーニング屋じゃないとダメなんすさ。いや、下着屋クリーニングはちょっとなんかちょっと違う感じするわ。めっちゃかかる。で、この間なんて出したら、クリーニング代だけで、じゃあなんかさ、衣替えでさ、夏服がすごい多かったから、衣替えしようと思って、T シャツとか、なんかシャツとか含めて50着ぐらいクリーニング出したんさ。そこちょっとすぐできるけど、ちょっと高いところで、1着5、600円ぐらいだから2万ぐらいかかった。2万ちょいぐらいかかったな。うん。下着と靴下は、下着、靴下、バスタオル、フェイスタオルは自分で洗うな。うん。で、しかも、もう、めんどくさいっていうか、まあ普通に洗って、そのまま乾燥機突っ込んで、で、もう、バーみたいな。干す時間さえもちょっとあんま、あれなんでね。そうそう、やばいよな。うん。だから逆にもうクリーニング出すのはあれだけど、その家とかになんかスーツとかもう多いから、いや、お風呂で手洗いしねえわ。いや、全然ちゃんと洗ってますよ。ちゃんと洗ってる。うん。じゃあ、とりあえずこれ先にいただきます。なあ、洗濯な、嫌いだよな、めんどくさいよね。わかる。それめっちゃわかる。よいしょ。よいしょ。ああ、でも、あれだよ、この間、なんだっけな、今、靴紐が、白の靴紐があるんだけど、それが今、なんか汚れてて、それだけは、何ちゃんと風呂に突っ込んで入れようかなと思ってるけど、つうか、これ、細っ。この細さわかるかな？なんかプリッツっていうよりこれ何に近いかな？じゃがいも揚げてるに近いな。うん。あ、久々に見たらかっこよくなった。ありがとう。多分ね、それはなんでかって言ったら、髪を伸ばして、いろいろごまかしてると思うから、多分それでイケメンに見えるだけだと思うわ。うん。いや、バースデーがね、あったわ、そう、じゃがいも。バースデーが、美味しいよ、美味しい。バースデーがあったから、髪を伸ばしてて、そう。なんか1日目は、なんか全然、ちょっと、言ったら流しみたいなあれで、流しで、まあ全然普通に髪上げてパーってやってたんだけど、2日目を、超なんかよくしてて、ちょっとじゃあこれ、2日目の画像を送るわ、2日目の画像。あ、もう俺のブログには載ってるけど、多分めんどくさくて俺のブログ見てない人とかもいると思うんでね。これテディに送ったらいいの？送るわ。あ、もう今日来たよ。早いね。あ、じゃあ1日目の髪型と、2日目の感じを、まあみんな見たいか見たくないのは置いといて、もしかしたらね、1000人中3人ぐらい見たい子いると思うからね。ちょっとそれの2つ送るわ。あれ、どこ行ったかな？ちょっと待ってな。1枚目はあるんだけど、2枚目がね、すぐ出てこない。あ、出てきた。
じゃあこれをね、あれどこ行った、ちょっと待ってな、30秒待って、あ、15秒待って、15秒、あった、おい、髪型だけね、髪型だけ、全部消えてない、全部消えてない、しゃあ、もう全然そう、あれ2人だっけ、誰か、なんかちょっと、来ましたね。お前、麺の使い方は、え、いや、これあの、お前ひどいな、お前もツッコミがね、なんか存在感表してけど、あ、そうだ、ちょっと待って、俺の写真だけ紹介したらすぐ出すから、でも、2人分出れるから、こっち、友達だけ先座ったら、写真が真ん中、写真真ん中でボンって出るよね、はい、写真真ん中でボンって出るよね、なんかお菓子めっちゃもらったよ、マジっすか、お菓子もらったし、カロリーもらったし、これ多分これお前のだ、はい、これ山、ほら山形、山形代表のほら、なんかそうじゃない、これやったー、これ飲んだらあかんすよ、山形で、そんなことない、これ俺つばつけて、つばつけといて、アルコールアルコール除菌は、俺誰がアルコール除菌になってる、やったー、でも俺もお菓子といっぱい靴下となんかあれもらったからね、手袋、おいすごっ、ほら、これ超あったから、これ、え、それあれ、スマホいじれるよ、あー、すごいっすね、あー、でもあれ、いいぐらい、あー、すごい、画像少し待って、画像、あ、いいですか、じゃあ一日、あのね、あ、そう、これ、あ、でかっ、しかもほぼあれや、えこれ1日目こんな感じよ、1日目こんな髪型がね、髪型かっこいい、髪型、うん、服装は全然違いますけどね、じゃあ2枚目もいいですか、2枚目も、はい、2枚目はこんな感じ、2日目はね、こんな感じ、今日花ももらったんですけどね、はい、こんな感じでね、はい、やってました、もう全然、あ、でもまあほぼほぼ変わんないか、すごいっすね、あのライター、この日はライター俺基本的にずっとあの左手持ってるからねだからこの日は超決めて髪型セットしたんだけど、今日このナチュラルな感じが今と見たら全然変わんないっていうね、全然、はい、ありがとうございます、はいはい、こんな感じですか、やってました、よいしょ、ありがとうございました、ほんと皆さんね、はい、ただ今来てもらってるね、僕指名の子も、あの他の子指名してる子も多分結構ね見てるっていう聞いたんでね、ありがとうございました、おシャマンありがとう、イエーイイエーイ、おかげで盛り上がったんでね、はい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 、じゃあ紹介しますか、はい、じゃあタイガからね、タイガから、ナポレオンジャカってだし、どっかの貴族を意識して作ったからね、タイガこっちや、タイガこっち、よっしゃー、イエーイ、タイガでーす、はい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 、あ、さ、あのバトラーって紹介したから、ちょっとなんかバトラーっぽい感じで来てほしかった、うわー、それ先言ってほしかった、僕タイムライン乗ってたやん、僕バトラーっす、もうバトラーだな、あー超オフバトラーっす、めっちゃオフ、バトラー紹介して、もうタイムライン自分で見たやん、だってバトラーでみたいな、あ、もうコピーしてパンだ、最低だな、最低な野郎だ、バトラーっす、お前、いや、まあバトラーだな、じゃあね、あ、ネオホスのレーン、これネオホスのレーン、おーイエーイ、料理家ネオホスのレーン、あのこれ僕がね来てこいでだけじゃなくて、本人よくね、はい、おー、よいしょ、ネオっぽい、ネオっぽい、新しいですね、これ、間違いないです、ネオホス来たな、ネオホス、間違いないです、ネオだね、誰も真似できませんね、確かにね、なかなかそういうホストいないからな、もうネオ、ネオってるって聞ける、ネオってるって、まあまあまあ、一番新しいですからね、流行りますからね、お、黒髪王子来たって言われてるよ、黒髪王子でーす、ね、そっちやね、え、あらっ、そっちか、黒髪、どこが黒なのか、ちょっと説明してもらいたい部分あるんですけど、この辺この辺ちょっと黒い、ほら年の問題があるからやったら、ほら、いや、いいね、久々なんじゃん、このね、この4人っていうか、この2人久々なんね、そうまだ2回ですね、2回目なんだ、2回目これはちょっとどう、みんなで乾杯しようかな、ともやはあのこの間ジュースくれてたから、それ来たから、それ飲んで、迷うな、あ、お前らじゃあもうこれ、ビール潰して、俺もジュースが多い、俺何言ってますか、何言ってますか、いや、バトラーは基本的にあの日本酒ワイン、ブランデーウイスキーずっと飲んでるらしいよ、そうですよ、リンゴで、いいね、すごいな、山形代表とかそんなあるんだな、すごい、いや、この間さ、なんか普通に言っててさ、
で、なんか俺はカロリーが欲しいから、あいつは酒じゃなくてジュースすねー言うから、いやジュース、お菓子もすげえめちゃめちゃあったよ。なんかスルメ、はい、スルメのお菓子とかあったよ。スルメのお菓子ですか。じゃあなんかアボカドーザみたいなさ、あったじゃんか、はい、それのスルメバージョンでなんか重そうなザンプ、すごい、本当にたくさんお菓子してるんですね。いやめちゃめちゃ、うん、でしかもなんかすげえ靴下ももらったし、ね、本当ありがとうございます。うわ、超うまそう、それライユーライユー、すごっ、いや、美味しそうだ、美味しそう、美味しそう、いいね、いいね、じゃあ、みんなそのところでね、乾杯しましょうか。あ、レンさんおはつですって言われてるよ。おはつです。卵も後で食べるわ。じゃあ、はい、揃いました。おいステーション始まります。イエーイ、いただきます。いただきます。うまっ。あ、でもこれ、乾杯が5個以上来たら一気しないといけないから、ちょっとこれ、あ、でもこれ結構いいやつ。あ、それは大事に飲んだろ。それ大事に飲んだろ。それはいいやつですか。それはそうだ。あー、おいしい。あー、気持ちいい。いい感じっすね、うん、初見かと思ってたら MC の人見たことあるから、2度目だ、1度見たら忘れないか。これどっちかな。いやー、主任でしょ。いやいや、絶対俺の顔はよくあるけど、トモヤ のボリュームとか半端ないでしょ、みたいな。絶対俺いやいや、MC って言ってるの。いや、あ、まあ、これこれか、俺っすね。確かに今の感じだったら一番MC 感出てる。間違いないです。そこさらいます。いつもこれでいそうだもんね。確かにね、いるもんな、なんかな、そういう人いるよな。いつもこれでいったら俺これで店出勤していいなら別に俺部屋目いらないんで、むしろ楽なんでいいんすけど。確かにな、芸人さんってのは誰なんか分からんけどね。いやでもいいじゃん、いいじゃん。じゃあ2回目、あ、俺全然カロリーだったんだけど、まあビールも飲みたいな。ビール飲みたそうな顔してましたからね。ビール、まあ、分かるやん。しかもしかとされた。いやいやいや、白い洋服の、あ、僕ですか。白い洋服の人、うん、一度見たら忘れない顔ってどういうことなんだ。唇がボンってなってるからってこと。そうでしょうね。マジか。確かにな、唇は久々見たわ。久々見たんか。いや、なんか今日ちょいちょいね、はい、久々に見たとか久々に見たらかっこいいとかでも言ってるから、もう髪伸ばそうと思ってね。やめた方がいいっすよ。昔見た。じゃあもうやめよ。いや、やめんの早いな。スタッフの判断早いな。すぐかい。あ、でもタイガーも髪だいぶ切ってるって、結構じゃあ昔からあれなんじゃ、青いセッション見てるか、青い知ってる人なんじゃ、言ったらもう。まあそうですね。髪がギャンギャンの時のね。ギャンギャンな、確かに。自分もだいぶ髪伸びたんですけどね。髪伸びたんか。だいぶ伸びましたね。頭白くなりましたか、てっぺんは。確かにな。間違いないですね。ツートーンだもんな、ツートーン。ツートーンっすね。ツートーン。白と青。頭長くなってる。でもなんか似合うよな、なんかな。つうか、何それもしかしてさ、店から被ってそのまま歩いてきたの。いや、さすがにそれはちょっとやめてくれっていうことで。ああ、そうなんだ。やめてくれやめてくれって人で MG が出たんで。それは逆に、もう嘘でもそうですって言ってほしかった。そうでも。帰りはこれでいきます。嘘はつけないです。なんでなんかそこいい人ぶんだよ。嘘はつけないです。視聴者のためにもやっぱり嘘の放送とかしたくない。帰りはこれで帰る。なんか俺が悪いやつみたいになってよ。まあ確かにな。髪僕悪いやつがね。悪いやつですね。うん。いいやん。タイが早く歯医者行きなさいって。もう歯医者行ったんですよ。僕この間。歯医者行ったんか。歯医者行った。歯2本抜きましたから。歯2本も抜いた。すごいな。親知らずがね。こっちとこっちが虫歯だからっていうので、こっちパンを抜いて全然痛くなかったんで、もうこっちもいけるやろと思って抜いたら今めっちゃ痛いんですよ。こっちもいけるやろとか絶対ないだろ。めっちゃ痛いんですよ今。ゴリゴリ言いますか。いや俺親知らずは出てないから全然大丈夫だから分かんないけど。出て生えてないってことですか。いやでも親知らずは生えてるけど、なんかそれがどうなるかみたいな。ああ、そうですね。フリさんの隣に座っているもパンと太陽にそうだ。どっちやろ。いやいや、完全こっち、完全モンゴルや、モンゴル。いや、おかん、若干だって福祉民、若干キュンと入店した頃とか、ホストじゃなくて、韓国の方の、なんか新大久保でのカフェでの店員の方稼げるよって言われました。そんなこと細かく言われた。そっちの方が絶対歩合がいいよ。歩合とかあったや、すごいな。全体的にもうちょっとこっち寄ったら、なんかトムラがたまにほら途切れるから顔が半分切れてますよね。何よ、お前顔がでかいって言ってんのか。いや違いますよ。おお、顔でか顔じゃないですね。顔じゃなくて頭っすね、これ完全に。でもちょうどいいバランス取れてるけどね、なんかね。そうっすね。
いや、タイミングで脱いでもいいからな、全然な。あ、どうした？タイガーの髪型にしてって聞きますよ、りょうさん。いや、昔の髪型ってこと？いやどうなんかね、また全然いいんだけどね、言ったらね、なんか逆にちょっと伸ばしてるからもったいないかなみたいな。テクノカットにしましょう。テクノカットする。逆に自分の頭はいないっすね。ゆうたにテクノカットでしょ、それって。ずっと言われるんですけど、あれしてください、メンディーみたいな。いやいやいや、絶対に言わないし。ダンス好きじゃないですか。ダンス好きだけど絶対に言わないし。でも何かの撮影でそんなのしてます。いや、そうだね、あの今回のワイプラスはなんかだ、あの何あれのメンディーみたいな、メンディーメンディー、まあ、カットっていうかメンディーの髪型というか。いや、もうすごいタイミングだったなと思うのが、あ、今度ね、なんだっけ、うちいつ出るっけ、有吉ジャポン。はい、有吉ジャポンね、あれね、まあ別に特集じゃないんですけど、有吉ジャポンの方にねちょこっとだけ出るんですよ。で、その時撮影したのが俺ちょうどそのメンディーの髪型だったから、で多分その時たまたまね、あの今あのなすごい髪型になってるから、なんかもうね、残念です。また揉めるんすか。ん、また揉めるんすか。いや、今回はハット飛ばされないな。今回はハット飛ばされない。22日の金曜日、22日の金曜日、まあ今週の有吉ジャポンの放送日だね。22日の金曜は俺の誕生日やから。おお、おお、それは、じゃあちょっと今日酒、ちょっとそれは俺は飲んでもらわないと。 あのお祝いって言ったらやっぱシャンパンやから。あ、ちょっと今から出しで、ちょっと行ってきます。これ脱がずに行っていいですか。それ脱がずに。わかりました、ちょっと行ってきます。その間ツイキャスしといて。今から行ってきます。いやでも俺はあの先週あの宣伝忘れたけど、今のうち宣伝しといた方がいいんじゃん。ね、22日が本当の誕生日で、リアルバースで、うん、24日にイベントらしいっすよ。おお、一言一言っすね。らしいよ。何歳だった？24。24か。あ、じゃあ、え、24。え、あと、トモヤとタイが同い年だもんね。ここ同い年です。そう、うん、そう。同い年ですよ。24です。僕の方がちょっと早く生まれてます。確かに。じゃあ、今、タメ口でいい、タメ口。おー。年下やからタメ口で大丈夫。トモヤトモヤってゲイに好かれそうって書いてある。あんま笑ってないっていう。トモヤってゲイに好かれそうって書いてある。それはちょっと。ちょっと機嫌悪くなってる。あ、すいません。そんな放送中に、放送中にだんだん機嫌悪い。隣俺なんでやめてもらっていいですかね。そうだ、あの関西と関東の放送日違うんだもんね、なんかね。どういうことですか。え、アリジャポ。あー、そっか、アリジャポ、うん、いやなんかさ、初めが一回なんだっけな、放送日宣伝したら全然放送されないみたいなのあって、なんか1週間遅れだか2週間、あっちの方がなんかちょっとあの何遅いんだって。へー、遅いんすか。放送が確か遅いんだよ。そう、だからやば、多分あの有吉ジャポンあの定期予約してくれたら、まあはい、嬉しく思います。そうですね、うん、見てもらえれば。確かに確かに。親知らず全部ある人貴重。え、親知らず全部あるってどういうことなの。多分上下じゃないですか、上と下で。そういうことなの。大人感出してきたな、大人感。全部ある人ってのはこの抜いてない人ってことですか。え、そういう、いや分かんないけど、僕一応全部生えてるんですよ、親知らず。はい、生えてきてる。親知らずが全部、え、俺親知らずのあれが分かんないから何とも言えないけどさ、奥歯の奥歯、普通の歯があるじゃないですか、うん、の、一番こっち側にもう一個生えるはずのない歯がぴょこって生えてくる。ぴょこって出るんですよ。それが親知らずっていうの。そうそう、はい、うん、なんで親知らずってか知ってます。知らない。俺は知らない。大丈夫、大丈夫。言わせてくれないで。言ったら言ったら、親が知らぬ間に生えてくるから親知らずという。なるほどね。え、どういうこと。親が知らん。小学校ぐらいとか歯見るじゃないですか、虫歯があるとかないとか。だから発達するの見ないじゃないですか、ね、うん、だからその親が知らぬ間に生えてくるのが親知らず。ああ、なるほどね。大人になってから生えてくるからってことだよ。そうそうそう、も親も見てない間に生えてくるから親知らずみたいな。喋った喋った、今もしかして、すげー喋った今。今俺よく下見たら富士山喋れよって書いたから、もしかしたら。富士山は喋るねん。東京は今雪降ってないよね。この間すごかったもんね、雪ね。すごかったっすね。すごかったっすね。すごかったっすね。雪の中カッコつけて写真撮ったら雪まみれになったしな。マジっすか。いやいや、全然ねえ。こいつ飲ましたよ。じゃあどうせ明日サーフィンないだろ。明日ないっすけど、明日仕事っすね。いやいや、俺らもだよ。俺らも明日、あれっす、ジムっす。僕ジムちゃんと行こうと思ってね。いや俺だってジムちゃんと行こうと思ってるよ。もう今日ジム一緒に行った人が、うん、多分30何歳ぐらいなんですけど、多分超チャラいんですよ。ああ、もう見てわかる感じ。はい、感じがチャラいんですよ。で、なんか最近来てるみたいですねって言ったら、うん、そうなんだよって、やっ
ぱいつまでたってもモテたいからねもうすでにチャラいよ最近ね、あの子行こうと思ったんだけどダメだったんだよぐらいの話してて、ジム、ジムの子、ジムのそのおじさん、おじさんっていうか30後半ぐらいの人なんですよ。30後半、俺分からない、30後半ってすげえいいような気するけど、まあ、普通に結婚してるんですけど結婚してるんや子供もおるんですけど、やばいっすね。30代言われたら自分ドキッスやめてもらっていいですか。すげえ。それはまあ、それは確かにチャラいっていうか、なんかもう人としても最低やろ。本当に最低よ。ねえ、いくつって来てたよ。32です。32なんか。おお、いい年。もうすぐ33です。代表と同い年だもんな。そうです、代表と同い年です。いいやん、トモヤ君のジム行きたいって来てるよ。いいっすよ。いいね、いいね。いいですね。スパルタっすよ。いや、すごい、多分本当にスパルタだと思うわ、もう。いや、でもね、やっぱ僕、そんな別にね、ジムだったらそんな力加減しますよ。ジムだったらね。店だったらね、結構ね、力入れますけど、逆だから、逆だから自分で力入れます。すいません、逆にしてもらって、お願いします。それはやっぱり、根性叩きのめ、叩きのめさなきゃいけないんでね。噛んだっすからね、最後。いやはい、じゃあね、そろそろ、はい、なんか、32、めっちゃ来てるから、もう連の話、後でね、CM 分けにしましょうか。おい、はい、それでは CM 一発目の方、はい、どうぞ。ハニーは甘み。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。すげえ真空パックンやってる。え、これあれですか、ナッチさんが。おらんから言ってもいいか。ちょっと待って、あのうずらだわ。うずらだわ。逃げんわ。イエイイエイ。食べたいよ俺も。うずらの卵です。いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。卵に触れないようにゆっくり開けると液飛びが軽減されますって書いてあるよ。液入ってる。液が入ってる。こんな時間に札幌一番味噌ラーメンと、確かに卵ってなったら、いやだからここの開け口って部分をこういう風に斜めにして、あ、もう食べたんですね。こぼす。なんだよ一生懸命説明してたのに。いや、そんなうまい、こぼさない。うまい。あ、なるほどね、うん、こういうことですか。うわ、うまっ。うまいっすね。あ、うまっ。これ酒進むわ。うまっ。これめっちゃうまい。お腹空いてきたし、うん、うずらね、うずら、うずら。僕今日これ一食目ですわ。うずらがね、何も食べてないですもん。やばっ。やばやばっ。え、仕事前やっぱご飯食べる。そんな食べます。食べるんか。俺一人だったらご飯。いや、もうこいつの最近のこいつのブログ見た。見てないっす。あ、でもなんか食べ物、なんかビーフシチューどう食べこうかなみたいな、あのタイムライン出てきたさ。まあ、最近自炊にハマってますんで。めちゃめちゃ料理やってもさ、あれ自炊するじゃんか、はい、誰かに作ったら、それとも自分一人のために作るの。まあ、そこは後々、まあ、いろいろと。ああ、そうか、はい、まあ、いろいろある。まあ、自分のために作ったり、まあ、誰かのために作ったりとか。ああ、まあ、寮だしな。後輩いるもんな。後輩いるし。寮誰すんだよ、寮。自分と、ヨシさんと、ソラです。ああ、じゃあ。ソラもいるもんね。ヨシとソラのために作ってあげたらいいやろ、まあ、へぇ。あの二人、まあ。まあ、俺、だって寮住んでる時は別に先輩後輩関係ないから、起きるのがやっぱ早かったから。すげえでかい寸胴鍋、野菜炒め作ったりとかパスタ作ったりとか、あの辛ラーメンよりクオリティが高い感じの。これあのホスト初め、あ、ホストを死に、だから高校卒業してすぐ18で、あの東京出てきて寮入って、
寮の先輩なんだけど、ゆうとさんっていう人がいて、その時たまたまゆうとさんナンバーワンだったんですよ。あ、ゆうと泣いたな。で、給料が入ってきて、で、なんかドンキ行くぞみたいな感じで、これ入れろこれ入れろってめっちゃ買ってて、で、あの寮ついて、まあごちそう作ってやるわ、お前入店してきたからって言われて作ってもらったのは辛ラーメンで、すごかったね。辛ラーメンってだっていいさとやばいっす。いや、辛ラーメンともやしとなんか卵が入ってて、めっちゃ豪華、めっちゃ混ざってて、まあ見てないことを祈って、ゆうとさんまあまあ怒ったら怖いはずやから見てないことを祈って言うけど、ゲロみたいやったな。むしろ今で見てたらもう相当見ねやろ。言うとな、懐かしいな、はい、めっちゃおもろかった。いやでも本当にさ、もうそのレベル超ごちそうだったからな、はい、ああ、もうすごかったからな、昔なんて全然。いつですか？いや本当5、6年ぐらい前やな。そんな前。でも言うとさんが酔っ払って、なんかアフターかなんか言って酔っ払ってなんか帰ってきて、あのその当時水菜の298円弁当っていうのがあって、なんかその全部弁当がその値段ので、唐揚げ弁当買ってきて、なんかパン1で一人でなんか騒いで食っててなんか騒いで起きてんのか、ああ一応起きてますみたいな感じで言ったら、なんか俺二段ベッドの上に行って、なんか二段ベッドの上になんか入ってきて、なんか来て、俺の後ろ側になんかそのジンさんっていう人がいて、俺もまだ強烈でなんかうわーってやられて、でなんかまあその時一応先輩やけど、ゆうとさんをカニバサミしてからの頭三角締めしましたね。その時から強かった。いやでもあの時のメンツって本当今のメンツよりすごい濃かったよな。ああすごいすごかったんですね。すごかったよ。だってアフター連れてかれてやんね、はあはあ、先輩のアフターに連れてかれて、はあ、なんかよう分からへんし、アフターとかなんか飲み屋連れてかれて、先輩消えるやんね、えと思ってこんな感じで置いてかれるなーなって、えぇみたいな。すごかったよ。すごかったんですね。歌舞伎町も分かれへんからさ、自分が今どのポジションによるか分かれへんし。やば、俺なんて昼間までいつも飲み連れて回されたよね。あーあれっすね。でもしかも先輩は売れてるから出勤時間遅いし同伴できるじゃん。あーはいはい、はい、9時10時に来るじゃんか。俺らとか掃除めっちゃ早かったかな。掃除なんで掃除1時間ぐらいかけるんさ、はいはい、で朝礼30分ぐらいあって、シャンパンコール30分ぐらいするから、はいはい、オープンの2時間ぐらいまで出勤して。早っ早っ。すごかったよな。毎回テーブルマナーやらさないんだよな。はあはあはあ、でなんか誰がさ、このグラスに氷、音を立てずに氷を早く入れるかみたいなさ、そんな選手権ありました。あと、コールの練習とか言って、はあはあ、誰かがの、その当時、あのマサさんっていう人がいて、俺と同い年ぐらいで、いたな、マサいたな。で、営業中だと飲めないけど、はあ、営業始まってないからって飲んでいいよって言われて、飲みたいって飲んでて、もうベロベロなって、その酒弱いから、でもコールずっとひたすらやられ続けて、しかもそれかけとったんだ。すごい、でリアル感を出すってので、本当に狂月の、はい、あのハウスボトルが出て、それで本当飲むから、そ、ね、でそれで濃いとかな、薄いとか言ってな、すごい、すごかった。しかもアホだったよな、あの店な。なんかライだってライ横ボルト的なとか、なんかもうそんな競い始めた。いやいやいやあのホタテもあってた。そうそう、ホタテライだってライ横ライホタテ的なライ大丈夫。ライもなんだよ、ボルトってもう分かるか。ライライって言ったら、あの何雷のあのあれでライのこれのウサイ、ウサインボルトが流行ってたから。流行ってましたね。流行ってたよ。コールアホみたいになったな。やってましたね。下田美咲並みだったもん。でも営業中めっちゃ暇やから、それやる機会ないねん。ただの練習だけで悪いですね。そう。だいたい一番店の奥やから。奥めっちゃ盛り上がってるやったら、従業員、あのお客さん全員従業員こっちでいるから、まあ、パッと見お客さんいるように見えますよね、確かに。いや、ありゃすごかったな。懐かしいね。ソフィア5の時代だからね。そうですね。確かにお客さん入ってなくても飲んでましたよ ね、 ちょっとね、あったよな。自由時間とかもあったもんな、はあ、昔はな。ありました、ありましたね。そうだわ、懐かしい。自由時間懐かしいっすね。え、自由時間って好きなの？何時前でしたっけ？9時とか9時半9時半まで9時半まで、うん、もうああ、です。
9時半まで店出ててもいいんですよ。何してもいいんですか。例えば飯食って何してもいいってことはないけど、まあまあまあ、だいたい飯ある程度別に飯食ったり飲んでもいいけど、飲んでも、ああそうなんですね。でもなんかいろんなトラブル揉め事じゃないねんけどいや だいたいな、あの俺があのトラブルになるんだけど、あの未成年の子とか、あの別に飲める子とかでもご飯食べながら飲んでベロベロになってあのトラブル起こしていつも俺が詰められるっていういやでしたね。あったな。僕一回やったのは某 S 君、 S な君と S な君と僕とその当時でタッツンっていう大阪の人なんですけど、なんか最近お前ら仕事頑張ってるかな言って遊び連れてったろわっつって営業始まってすぐ遊びっていうか飲み行ったんですよ。飲み行ってなんか居酒屋みたいなのを2軒行って、タッツンの居酒屋とか行ったら最悪やん、もうベロベロっすよ。でタッツン まだもう仕事あんねん。それも10時半ぐらいかな、10時半ぐらいになって、すげえな、帰ろっかって言ってて店に向かってたら、あ、最後安土で蕎麦食ってから行こうやって締めそばまで食べて完全に仕事終わってるやないですか。やばかったな。で、もう店行って新規1軒だけついて潰れた。最悪やなもんな。で、誰が僕っす。あ、びっくりした。タッツーがタッツー意地でも潰れなかったらしいですけど、次の日社長にめっちゃ詰められたらしいですね。もしも潰れたらもう店入る前に潰れたわけじゃないですか。いやでも一軒だけ新規ついたとか、なんか全く記憶なかったけど、すごかったな。やばそういうのがあるんですね。いやタッツーはもうすげえ特殊ですんげえいい人なんだよ、うん、はいはいはい、すげえいい人だし人間性抜群の人だけど、ただ飲んだら半端ないんだよ、うん飲んだらもう壊れていくタイプ。とんでもない、とんでもないダメ、ダメやら、ダメやらやもん。ほんとになんか店で暇やったら3000円ぐらい渡されて塩だよ行ってこいって言われて日本酒で一升瓶買ってこさせられてそれ二人でなんかゲーム しようやって言って日本酒営業中にやって、はいはい、30分ぐらい二人で一升瓶開けとったからな。すごっ、30分ですごいな。30分すごいっすね。それは半端ねえわ。みんなもっと飲めましたよね。うん、ね、愛しとけ。その当時のあの大河してるけど、あの前の店がキャッシャーがもう店開けてすぐキャッシャーで、タッツーそこに立ってて、うん、でしたね。俺がキャッシャーがこうあってキッチンがここにあって、はい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 、タッツーここでお客さんから見えるとこで、タッツーもこっち向いて俺とこうやってずっとゲームしてて、ドア開いてるの気づかへんのさ。お客さん入ってきても分からないやつ。全然分からへん。やば。すごいタイガー、サイガーがさっきから飲め飲めってめっちゃ10件ぐらい来てるから、ちょっとなんで俺どうしたミシャンシャン、あれやね、ライタテってやつ。ああ、ライタテってやつですか。僕ちょっとそれ知らないから、ね、ちょっと俺も知ってる。やってよあれはちょっと、ね、やってよライライラララライあったっすね。ラララライラライラララなんだっけ、藤崎マーケットさ、東京コール。違うよそれ。え、東京コールって。あ、そうそう、じゃあそれ藤崎マーケットはライラララえ、なんだっけ、違うんだって。おばちゃんリミックスコールみたいなのあんねん。じゃなんかホスト、俺本当に夜始めた時はあのクラブプリンスのあの、ラブドッキュンと、はいはい、あの愛の東京コールおばちゃんリミックスを覚えろって言われてて、その2曲めっちゃ覚えさせられたからな。スパイダーマンもさせられたし。あー、スパイダーマン懐かしいよな。シャンパンプールも懐かしいっすね。シャンパンプール懐かしいっすね。ちゃんとしたらクオリティ高かったしな、だから、まあ、分かるわ。そう、でもなんかタイガーグイグイめっちゃ来てる。なんでタイガーグイグイ、タイガーグイグイ、タイガーグイと富士山喋り屋しか来てないからな、今のところ。まあ、飲んでなくないウォーウォーって来てるよ、うん、ライターでライト。え、30秒前。あ、CM っすか。あ、CM っすよね。あ、びっくりした。おーしょー、びっくりした。もう今日あの、この感じやから、あの15分早く打ち切られるかと思ってうそー、やめてよー。そうだ、この間そうだ、俺先週ウーバーワールドの君の好きなって上がる。はい、わかります。君の好きなって、ちょ、あの俺先週約束、リスナーに約束しちゃったから、ちょっとあの、わからんじゃん。わかります。好きだよとーってやつですよね。あれ当時流行りましたもんどの当時何年やってると思うんですよ。 6から7年やってますから、ね、いやあのホスト6、7年やったら絶対知らねえからホスト6、7年やって、ウーバーの冒
ーカルが元男優だったみたいな話しか覚えてないんですよ。あ、なんかそんな話だな。じゃあちょっとすごマイクと、マイク2本と電木取ってきて。了解です。じゃあの、俺が飲んで、じゃあ俺が、じゃあもうみんなで、じゃあみんなで乾杯しようか。じゃあまあ今度俺飲めみたいに来てるからね、みんなで乾杯しようか。そこはな。あーじゃあ、トムラも今日は付き合ってくれるから、じゃあお前、まあ、カロリーとスタイルフリーどっちがいい？カロリーがいいですね。じゃあカロリーな。カロリーでも酔っ払うんすよ。大丈夫大丈夫。電木マイク。あーはいはいはい。はい、じゃあとりあえず乾杯。あ、ちょとりあえず今日このビールなくしたいからね。あともう一本や。あともう一本。じゃあ入れていきます。じゃあ乾杯しましょう。え？待って。ちょまだ入れないでよ。あ、入れないですよ。オッケーですか？君の？これ美味しかったな。アイガさんイケメン、俺美味しそうだもんな。俺ほんと飲もうかと思ったもん。それもね、この飲めれば飲むと思ったら大間違い。このマーク、いやいや、みんなで乾杯してから飲む。あー聞いてない、聞いてない、聞いてない、誰も聞いてない。このマークがどうした。はい、乾杯。イエーイ。山形代表。それでは CM の方どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。最後からふとした疑問が来てね、最近飲め飲めみたいなノリなんですかって来たけど、なんか久々な感じするけどね、なんかね。ホーチミン大…え？山形県代表、横浜代表。山形、横浜…青森、青森じゃない。青森じゃない。秋田やー言うね。秋田やー。ホーチミン。モンゴルや、モンゴル。マイク、マイク。モンゴル、俺ちゃうで。あ、これだったらわかります。好きな人を今日思い言えないまま見送った今まで一緒にたのに会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道。あれか、これか。これか。感想。ああ、はい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 。これ感想と分かんなかったらこれ一気やから、これ頑張れ。知らんぞ。早かどかすことまさえすさいな君の仕草が惑わせる気持ちが同じように、誰がここでありますように、きっとずっと待った奇跡を起こるなら今ここで、好きだよと今日も言えないまま見送って今まで一緒にたのに、会いたくて君の好きな歌を繰り返し口ずさんだ帰り道。やったことで気づけたことが僕を変えてゆく、今まで以上に森の塔、人を愛さないと誰の恋でうつむいていた僕も、もう一度誰かのために生きたいと思えた、この気持ちを伝えに
らもう終わりたいけど、あの一番いいとこやから一番いいとこ歌っても、あのこの後あのちょっと静かになって、あのサビ入るから、あのめっちゃいいとこやから、それあのトモヤが全部歌っても消そう。はい、これですどこにいてもどこにいても何を知ってる時も君のことが頭から離れない、知らない歌でも歌が上手くなってくることを俺はもうなんか実感してるから、なんか楽しいけど、なんかな、先生なんですね。じゃあありがとうございました。お疲れっす。おっ、おもし、おもし少ないやんけ、お前お前だけ少ないやんけ。いやでもね、みんなも感じると思うけど、ほんとね、上手くなってると思いますよ。いや、まあまあまあ、お母さんあれっすか、のど自慢出たことありますか。マジめっちゃうまいな。高校生の時のど自慢出るっつって、父親とめっちゃ喧嘩したよ。何喧嘩してたん。いいな、なんかその出たらあかんみたいな。出たらあかん、そんなに不良が出るもんや、そんなもんみたいな。いや、そんなのない。いやでもいいな、ね、今日イケメンだから行こうかな。お、誰のことなのか分かんないけど、うん、間違いなく自分でしょ。待ってるよ。間違いなくお前か。間違いなくお前やな。その前に出る姿勢めちゃめちゃいいけど、もっと前に出てこいよ。かっされますよ、声張ろ。かっされますよ、全部。いや、全然いい。たホストもな、芸能人も全部同じ。あの、炎上したら有名になるからな、お前も。そうそうそう。俺多分炎上させることばっかしかしないですから、かけては。でもお前はさ、そこだけだから、ちょっとお前、なんか、なんとかどうでかしたら、盛り上がる、盛り上がる。ああ、ほんとに、いつ噴火してもおかしくないですからね、この人。確かに、もう富士山や、富士山や、なんかーい。書いてあるから日本一って、これ、どっちだ、どっちか。俺頑張ってるから、お前ら二人もあのフォローしてもらってもええかな。はい、あーって、なんか喋ってたんですか。なんかありました今。もう歌ったことに浸ってたんで、ちょっと俺もう氷入れてたから。なるほど。閉店前行くかって。お、じゃあそしたらもうな、噴火する直前かもしれんからね、言うたらね。閉店前行くか、閉店前ね。閉店前か、閉店前いい感じよ。そうですね、閉店前はいい感じですよ。いい、もうすぐ終わるから、アピールポイントない、大丈夫。アピールポイントですか。24日、だってあの今日なんて24のことも言ったし、俺のバースデーも言ったし、まあ、モデルのタイガーも言ったし、料理の話もしたし、あとはあのもうあれだ、自由時間や、自由時間。モデルのタイガーの話したんすか。うん、モデルのタイガーの話したよ。両主人よりも大きく映ってるタイガーの話したんすか。そうや、もう全然あのネオホスやめようかなっていう話もしたよ。ネオホスネオホスどうなんすか。いや、ネオホスはあとどんくらい続くんですか。ネオホスいっぱいいるもん。いや、なんかね、俺もう別にネオホスになりたいとかどうこうとかしてなんか気づいたらなんかその枠になってからまあみたいな。でも最近自分の好きな服着てるけどね。でもだってこの今ネオホスがホストの中流行ってるじゃないですか。おお、いつか終わるわけじゃないですか。まあ確かにね。まあまあそうでしょうね。次やっぱ最先端行っときましょうよ。次はかぶりホスが来ると思うんですよ。かぶりホス来るかもな。かぶりホス、確かに間違いにかぶりホス、確かに。もうあの最初あの、まあ、ここだけですけど、テンガーで行こうかって話だったんですけど、なくて、まあ、日本一みたいな。
まあまあね、それはそれはそれはまあ置いといてほしいな、うん、まあ絶対違う、間違いない、かぶりこそなんかね、でもまあ難しいよな、身長身長は次はオラオラでオラオラ来る？オラオラなんてでも一回通り過ぎたじゃんか、なんか分かんない、その昔の俺、ね、ホストのイメージがすごいから、もうオラ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 ビジュアル系、もう筋盛りで、なんかちょっと落ち着いてネオホス来てバトラー来てみたいな、で次はかぶりかぶりもん来るかもな、絶対間違いないかもしれない、多分またあのアユがつけた尻尾みたいなまた流行るからな、あのブームはまた再来してくるからね、言ったらね、坊主とか流行りそうですけどね、いやでもなんか死んじゃうんだから、でもさあるかもね、あそうそう、言ったらエグザイル、今書いてあるけどエグザイル系ホストとかね、だから言ったらまあ酒も飲んでてでもわちゃわちゃするけど、でもなんか体めっちゃ鍛えてるやんみたいになるんじゃん、どうなんかね、難しいからね、でも今マッチョのやつ流行ってるじゃないですか、なんか細マッチョ的な、細マッチョって本当にマッチョやな、あのマッチョツアーみたいなやってるじゃないですか、あーマッチョツアーやってますね、マッチョツアーやってますね、いやでもマッチョかき氷みたいなのありますよね、何マッチョツアー、マッチョかき氷もあるしマッチョツアーもあるし、うん、言ったら、あ、青いステーション大好き、最高、ありがとう、ありがとうございます、まあでもそうだね、その草食系男子がやっぱ流行ってるからこそのあれ、流行ってるっていうか多くなってるからこそのあれなんだよ、ったら、ああマッチョですか、マッチョ、マッチョが減ってるってことですね、マッチョでうち売ってきます、マッチョで売る、あの店どの季節も本当に露出ばっかやなみたいなマッチョなんです、ほんで腹筋やたら見せたがるみたいな、あの清掃がふんどして罰ゲームするんですよ、逆じゃないですか、逆逆罰ゲーム見せられ、体見せられないみたいな、面接ので体脂肪率何パーセントみたいな感じになるんですよ、いやでも一番最初のさ入り口なんかあったもんね、なんかね、なんか体脂肪率 10% 以下みたいなあったじゃんか、ありましたね、そっちのナンバーも出ちゃうみたいな、あ、そっちアバクロそれあの、あれでアバクロ、なんかどっかの店アバクロの店員さんなんかもし立ってるとこあるじゃないですか、あ、じゃあ、あれですよ、アバクロのどっかの店が、あー、そういうこと、立ってるじゃないですか、おー、自分は、まあ一番誰が一番面白いかぶり物をしてきたかっていう部分で争ってもらいたいです、めっちゃ押すやん、ほんとめっちゃもう、もう本当に4歳以外に抹茶、抹茶なんですよ、まあ、ずっと筋肉はそしたら見なきゃいけないと思うよったらね、そうですよ、りょうさんは意外にマッチョなんですよ、いや確かにな、最近鍛えてますもんね、最近鍛えてるな、うん、どの辺を鍛えてるんですか、いやなどの辺をほら、ああ、でダンベルで、ダンベルダンベルでこれ持って、あのこれでフンってやったら口流血するっていうね、それやってさやってました、はいはい、もう20秒前ですよ、ああもうそんな時間だ、ほんとね、今週も青いステーションぜひご覧いただきありがとうございました、はい、ありがとうございます、うん、まあ今週の日曜日トモアのバースデーと、まあこれからのね、タイガーね、あのバトラーモデルとあのかぶりホスでね、レンがね、あの料理家になるっていうことなんで、来週の放送もぜひ見てください、本日もありがとうございました、おやすみなさい、バイバイ、お、線いった、ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。